やっほー。あれ？あ、見えた見えた。見えた？うん、見えた。ちょっと待って。ありがとうございました、いろいろ。こちらこそありがとうございました。この前のインスタライブブログ。うん。そうだね。ね。まあ、ちょこちょこやりとりはしてるけど。はいはいはい。うん。何？あなた飲んでるの？いやね、今日さっき、うん。って、今日2日間ぐらい胃痛でちょっとずっと寝てて。あらまん。そう。で、さっき久々に外走って帰ってきてビール飲んだらもうなんか顔真っ赤になっちゃって。眠くなっちゃって。もう眠たい、目トロンとしてるやん。そうなんですよ。もう眠いんですよ。ね、やばいよね。寝ちゃわないか心配ですよ、途中で。そのもう携帯落としてしまうやん。やばいやばいやばい。いや、でも本当に感謝してます。ありがとう。こちらこそ、本当にありがとう。素晴らしい。俺はね、そう、俺、多分あれだよね、多分。俺が、タカに連絡させてもらったのは多分俺だけなのかな？おそらく。わからんけど。そうだと思う。そうそう。だから、ちょうどだから自分も、今の状況のことに関してで思ったことをこう自分で作ってて、出るときに、改めてだけど、タカのインスタライブの話を見て、で、そっから、何年ぶりだ？ 10、もうほんと10年ぶりか。に、10年ぶりぐらい。そう。で、連絡先ももう知らなかったから、そう、DM 送って。DM は熱かったですよ、皆さん、本当。恥ずかしいわ。普段の日誌から多分想像もできないぐらい熱い言葉だったと思いますよ。いや、でも、あの時はなんかね、なんか、切羽詰まったっていうか、なんかね、だってさ、普通思うのは、自分が、ああいう話をする時って、なんか、なんだろう、じゃあ、親友だったりとか、まあ、家族にはちょっと心配かけちゃいそうだから言いにくいことだけど、なんかそういった自分がある程度、なんか心が許せそうな人とかに多分こう伝えたりするような内容だったんだけど、なんかやっぱこのいい方で考えてた時に SNS ってこういう形で人の気持ちが伝わるのってすごく素晴らしいことだなと思って、だからそれが君がインスタライブをやったものを俺が見て、あ、何これと思って、連絡先が知らない人の心情気持ちをこんなにダイレクトに聞ける環境があるんだみたいな。そうそうそう。何つまんない？大丈夫？俺いのや、話大つ丈まん夫、ない？聞いて大る、丈聞いてる、めっちゃ聞いてる、めっちゃ聞いてる。夫？だんだんメトロンとしてきてるよね。いや、聞いてる、聞いてる、大丈夫、大丈夫。ちゃんと聞いてる、ちゃんと聞いてる。そうっていうのがあって、で、それで送らせてもらったじゃん。で、その後にさ、ボイスメッセージで送ってきてくれたじゃん。俺、あれがさ、もう、本当機械音痴だし、あなたも機械音痴って言ってるけどさ、やっぱさ、遅くそういう SNS というものにこう関わりを持ったからさ、全然わかんなくてびっくりして。なんか、で、しかも、こう冷静にさ、あなたもさ、ボイスメッセージをさ、こう、なんとかなんとかなんとかで、これ、はじめまして、なんとかなんとかなんとかで、いつぶりですかね、みたいな、こう、いろんなことをこう話してくれてさ、すごいなんか、ボイスレターみたいな感じがさ、すごくびっくりもしたし、新鮮だったし、しかもあんなに冷静に、いろんな状況だったりとか、いろんな気持ちをあんなに話されたことも生まれて初めてだったから、確かにそうだよね。そう。この文明の中で文字を使わずにボイスメールで いきなり10年ぶりの人にメッセージを送るって、まあ、ないよね、あんまり。そう、本当にそう。もうなんか最新すぎるし、でも、俺ら話してることすごくなんかこう、アナログな話というか、なんかもう、そう、なんかそれがすごくこのギャップが、SNS すげえなって思いながら、あとそれにこうなんか純粋に伝えてくれるタカの心情だったりとか、あとはタカが知ってる知識だったりとか、なんかそういったものが、なんか、自分が切羽詰まったものをこう、すごく伝えたのに、そこのいろんなこと、その感情もそうだし、今こういうふうに伝え合ってることもそうだし、なんかいろんなことがすごくこう、あ、こんなにダイレクトにこんなに近く感じるんだと思って、もう衝撃でそれが。
うん、なんかすごくあの瞬間はね、なんかこううーって、なんかこううーっていうのがはぁ、あ、みたいな、なんかこの浄化されたじゃないけど、なんかすごくこう、うん、あんなこと一回のやり取りだけでこんなに変わるんだなっていうのはすごい感じた、あの瞬間。なんか一番最初会った時、この前もインスタライブで言ったけど、多分ほとんど喋ってないじゃない。そうで、それで10年ぶりっすよ、まあ、ほぼ初めましてみたいな感じ。いや本当にそう、うん、でもなんかそのメッセージを見た時にすごくその、うん、分かったの、その人間性が、うん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 、だからなんか俺もそれに対してこうあんまりなんて言うんだろうな、適当な感じではこう答えたくないんだけど、うん、なんか変に文章だとなんか初めましての時ってやっぱちょっとこう距離がだいぶじゃないですか。でも内容はすごくね、うん、さっきも言ったように近いものだから、うん、それでねボイスで送っちゃったのね、うん、そっちの方が早いかなと思って、うん、いや俺あの機能があるのも知らんかったし、そう久しぶりに本当にああいう声を聞いたから、あなたのね、そういや本当にあれは嬉しかったし、でもその割には電話いいですかって聞いたよね。いやだからそう、そういうことよ、だからボイスメッセージで来たから、あもう、そういうことね、これはもうこ俺も声で話さなきゃいけないって思ったし、話したいと思ったし、でやっぱ俺も何度も何度もあの文章を読み直したの自分の、うんうんうん、そう10年ぶりに、だってあんな長文送られてきたらさ、なんつーの、こんだけさ、長くことまで、長いことって言っても、たかだかまだ30ちょっとだけど、その30年間でさ、そんなあんな長いさ、メールなのか分かんないけど、メッセージが来た時にさ、人それぞれ捉え方があるわけじゃない。うんうんうん、そうで、やっぱ、ね、変な言い方になっちゃうかもしれんけど、やっぱさ、こっちの歌手やってる人たちとかってさ、もうやっぱ思想がさ、やっぱもう、みんなさ、違うじゃん。なんかもう、感覚も、感情も。そうだからあんなに無数に曲があるんだと思うんだけど、そうだからこれもうほんと言葉一個でどう捉えられるような内容になってしまったらやばいなとか思いながら、完璧でしたよ文章は。だからそれが正確なんだろうなと思ったし、あだからそれに対してはこう僕もできるだけ自分の気持ちが伝わればいいなっていうのもあったから、うん、嬉しかった。いやこちらこそ嬉しかったです本当に、うん、ありますね、どうでしたか実際あの歌って歌って、うん、難しかったとか、なんか歌いにくかったとかある？いやもちろん、その難しかったというか、もうやっぱり歌がうまい翔太くんとタカが作ってるから、まあやっぱメロディーラインとかも、なんだろう、あの歌いやすく見せかけてやっぱテクニックちょっと入るなって思いながら、やっぱすげえなって、俺はさ、やっぱさ、あんまり、曲作るときに、コードとか、やっぱ、ちょっとギター弾けたとしても、やっぱその、俺、ちゃんとできてない人だから、まだ。だから、曲作るときとかも、なんとなく、こう、普通に、こう、フェイクで歌ったりとかして、これってコード当たってんの？当たってないの？とか、なんかそういうのを、こう、作家さんとかと話したり、作ったりとかするから、だから、あんまりそういう、細かい技術的なことは、ちょっと、まだ理解はしてないんだけど、なんかでも、まあ、そういったテクニックの部分ももちろんそうだし、あとはそのもう2人でその送られてきた声が入ってるものを聞いたときに、もちろんその歌詞の内容も聞いてないし、聞いてないけど、まあ 読ませてもらって、あと声も聞いて歌も聞いてたときに、まあまあ、あのもうこれで十分じゃないってやっぱ思うぐらいのものが来たから。だから俺 LINE したやん。だからいや来た、みんなから来てよそれ、もうこれでいいくないですかっつって、そう、入る意味あるのこれみたいな言われた。そう、もうなんかね、もうなんか思いがなんかねすごくて、なんかそう、もうなんかすげえなこれって聞いた瞬間にちょっと圧巻、うわって圧倒されちゃったから、そう、というのもあったし、でもそれにね参加させてもらえるんだったら、いやまあこれはマジで練習しねえとやべえなみたいな、うん、もあったし、で俺多分なんだっけ、声をラフで撮ってから、これちなみになんですけどっつって、誰が歌われるんですかっつって、今現状声が入ってるのは翔太くんとタカくんですけど、これ誰が入るんですかっつって、で僕ちなみにこれどこなんすかねみたいな、とりあえず全部歌いますっつって全部一回つるって歌ったのを多分送って、うん、したら蓋開けてみたらさ、
まあ、そうそうたる方々で。そうですね。ちょっとちょっとって思ったし。そう、翔太と話して、最初に、うん、言うのやめよってなったの。聞いて。じゃだから、そうしないと、もうなんかこれ、みんな多分、プロフェッショナルだからさ、はいはい、やっぱりその、みんな、すごい、やっぱ、あるじゃないですか、アーティストとしてね、やっぱり。うん、うん、あります、あります。だから、それをやっぱり感じたし、俺と翔太でさえも、やっぱりどっかで踏ん切りつけないと、うん、ダメだなっていうのは、多分お互いにちょっとあった部分が、まあ、言わずと多分感じてたんだけど、うん、はい、だからその、みんながみんな、その、この歌が上がってきて、この歌で、これで、これでってこと、多分いつまで経っても OK テイク上がんねえなと思って、そうね、これはやばいなと思ったから、うんうん、言わないでいこうと思ったんだけどね、まあ、みんなすっげえ気にしてたから、うん、ね。言ったんですけどね、まあ、言ったら案の定すごいみんなもう、うん、あのさっきも翔太と話したんだけどグループライン作ったじゃん、うん、さあれさみんないい、 いい人なのよもうあのみんな敬語でちょっとじゃんみんなそうそうそうもうみんな本当になんか言い方悪いけど気を使うじゃないけどなんかもうそう、そうもうなんか優しさの塊に溢れてたよねあそこ溢れてたやばくて、うん、でもちょっとこう僕のところに個人的に来る LINE は皆さんやっぱりちょっとこうっていうなんかそのつまりがみんな俺もねそこがねまたすごく人間らしくてね、うん、なんか俺はなんかね全部やっぱりそういう意見を、うん、なんか入れてみんなが満足する形でこっちもね声かけさせてもらってるし、うんみんなが満足してくれるところまでは絶対にやりたいなと思ったら、まあ、2ヶ月かかっちゃったんですよ、ね、かかっちゃったねいやー8人って大変だわいやーほんとそうだと思ういやもう本当にだって思ったもんこれすげー大変だよなと思ってもうだからちょこちょここう LINE は送ってたじゃないですかなんかもう敵に止めていただいて本当にそう大丈夫っつって、うん大丈夫これみたいな俺余計なこと言うとこれやばいよねみたいなそうそうそう最初の冒頭それから始まってくるそう始まったそうこれ俺やめときますみたいなそのちょっと控えときますみたいないや嬉しかったっすよ、うん、いやでも本当すごいよ本当にすごいと思うあの高くんもあの翔太くんも、まあ、もちろんみんなそうだけどよう本当にこの8人を本当にあのいろいろ本当にこの2ヶ月かかったかもしれんけど本当にあのやっぱあのバランスで整合性というかあのなんていうのそのすごい旋律もさバイオンの話もしたじゃないしてたそうあのバランスをちゃんとこう聞き取りながらやってコーラスラインもそれぞれが提案してきたものを混ぜてそうなんか本当にポップスっぽい部分もあるしもちろんその洋楽っぽいハモり方だったりとかうん、もうなんかあの調和の取り方そして男女がいるというあの具合というかいやほんとすげえなって毎回毎回ラフ来てであとそのもう一パターンっていうかそのなんていうのそのアップデートしたものがこうやって届くたんびに、うん、いやーすごいなと思ってやっぱ俺の知識にはないものがこう組み込まれてたりとかそのなんかバランスだったりとかね、うん、いやすごいなと思ってそう本当こういう話をみんなで会ってすごく話はしたいなって思いましたなんかしましょうよそれだから、ねね、落ち着いたらちょっと俺計画するけどいやでも、うん、とにかくみんないい人でよかった確かにそれにつける、うん、これねマジね会ったことないしほ、うん、みんなやっぱなんだかんだ、うんうん、そうねこれ本当に日本人じゃなかったらどうなってたのかなってちょっと思うあー確かに私は、ね、まあいいんだけどそれはいいことなんだけど、うん、でもあなたなんてだってね海外でいっぱいそんないろんなライブだったりとかでセッションと言わずともセッションもちろんそうだけども、うん、ライブでさフェスとかあったらさ前後はもちろん海外の方なわけじゃないですかそうですねだそういったところも多分つなぎの話だったりとかも絶対するじゃん、うん、それだけでも多分すごくセンシティブじゃんね、うんうん、いやーそうやって考えたら確かに本当だねいや素晴らしいやっぱすごいっすわプロフェッショナル日本でやってる人たちのその心意気とかね、うん、そのなんか、うん、なんて言うんだろうな熱量というかそういうものはもう本当にね、うん、俺も日本人でよかったなって改めて思ったし、うんはい、こうやって年を重ねてこうまたこうやってね
やったことなかったけど、うん、音楽でしかもビジネスとかじゃなくて純粋にそういうものがないのにみんな必死になって歌に対して向き合って、うん、ああじゃないこうじゃないっていうことをちゃんと言えるっていうことはもう俺本当にね、うん、よかったと思ってこの世代に生まれてよかったと思ったし、うん、本当に勉強になったありがたかった。いや本当にありがとう。本当にだって俺もアーティスト、俺はアーティストさんと同士でここまで音楽的な話とかをしながら曲をやったことがなかったから、基本やっぱ作家さんとかと、まあもちろんその作家さん系歌われてる方とかとセッションとかはあったけど、うん、そうそうそう、やっぱテレビ番組でセッションさせていただく時とかもやっぱ双方のお互いのスケジュール感だったりとかもあったりするから、やっぱその、ね、しかもそうで、やっぱ放送される時にやっぱその期限があるじゃない、うん、そう、こんなに期限なくさ長くこんなにみんなで話してっていうやり取りをさせてもらったのは本当にないですね。しかも初めまして、うん、そうほぼね、そうだって俺もタッカ君と翔太君と大地君とあとそうねフェスかなんかイベントでお会いした方多分いると思うんだけど、完全にこんなやり取りして喋ったことないないよね。いやもうよくやるよね本当。テレビとかってさ、だ俺全く未知だし、うん、すごいと思う逆にそれをやってるっていうことが。そう本当にね、そうだね、うん、確かに短時間で完璧なものを作るっていう、いそもそもそれってクリエイティブとかではないじゃん、もうもはや、うん、アーティストが我慢するっていうさ、うん、まあ、だからレベルもね、いい意味でこう自分のレベルも上がっていくんだと思うけど、うん、なんかさ、そのさ多分さ、なんだろう、いい意味でのその譲り合いというかさ、もうもちろんあるし、それをもちろんそれはみんなの意見を聞いてバランスを取ることもそうなんだけど、この繊細さは多分なかなかやっぱないのかもね、日本人ならではのかもしれないなってちょっと思った今の話聞いてて。そうね、いや本当そうだと思う、うん、でそれのなんかいい意味でのちょっとしたストレスもそうだし、あとはその歌詞に乗る感情ももちろんそうなんだけど、それがちゃんとこう入ったんだろうね、完成された時に。そうだね、そうだってさ、やっぱさいい話ばっかを載せるわけないわけじゃない、その歌詞に対しても、もちろんそれは歌に対して もちろん そう、その時の感情も入って歌うわけじゃない、うん、そう、それがね多分絶妙にもあそこで混ざったんだろうなっていうのはすごい感じた、うんうん、すごかった。なんか本当にね、スピーカーから出てくる一人一人の声、うん、そのこれ多分みんなにはまだ言ってないんだけど、見てる人が見たの聞いてくれたらいいんだけど、うん、ミックスとかもあえて真ん中には置かずに振ってるんですよ、それぞれの声がこう右左でちゃんと聞こえるようにね、うん、だからそういうバランスとかも多分なんて言うんだろう、本来だったらやっちゃいけないことかもしれないんだけど、うんうん、あえて混ぜないっていう手法をちょっと取ったりしてるので、ぜひね、西ファンもいるし、みんな翔太ファンも大地ファンもみんなもちろんいると思うけど、うんうん、ぜひこうスピーカーとか離して左右でね、うんうん、あとこうイヤホンとかで聞くと、うん、なおさらその人のなんか気持ちとか感情とか分かりやすく聞こえてくると思うから、うん、それちょっと聞いてほしいなと思う、ね、うん、確かに